インポスターなんですか、新人さん。え、飛び出しめる新人さんね、新人さんインポスターなんですよ。はい、なるほどね。はっちゃんお願いします。あー、皆さんこんにちは、はっちゃんです。今日コンビニでカフェオレ買おうと思って、カフェオレの金額が150円だったんですね。で、ちょっとポケットに入ってたのが170円とかで、右手に150円、左手に20円持って会計やって150円になりますって言われて、余ったお金募金しようと思ったら150円間違って募金しちゃって、バカだ、分かったことにできますって生まれて初めて言いました。よろしくお願いします。いや、めっちゃ面白かったマジで。面白かった。じゃあポンズさんお願いします。めっちゃ面白かった。いや、面白かったな。あ、どうも、ポンズ野郎と申します。今日ね、僕ね、コンビニに行ったんですよ。そしたらね、お茶買いたいなーなんて思っちゃいましてですね、右手にですね、5万円持ってですね、左手に20円持ってね、だったんですけど、募金しようと思ってね、間違えてね、5万円入れちゃったっていう話をしようと思ったんです。はい、番長お願いしまーす。番長お願いしまーす。塩の音。あ、あれ、なんだ、アモアス中のお客様に迷子のお知らせをいたします。緑の帽子をかぶったシラスの服をお召しになった113歳ぐらいの男の子がサービスカウンターでインポスター様、いや、ジャッカル様をお待ちです。お心当たりのあるジャッカル様はぜひ一回サービスカウンターにて詩人をサイドキックにしてくださいませ。よろしくお願いいたします。めちゃくちゃアピールしたな。かっこいい。おお、俺に入れたん誰だ。ネロちゃんインポスター、ネロちゃんインポスターか。おい、ちょ待って、ネロちゃん怖い、ネロちゃん怖いな。おい、ネロちゃん怖い。ナイス。ああ、そんなに怪しい。いや、まあでもキルされなかったから両方そんなことなかった。両方直しました。マチョ。いや、私は直したけど。両方、はいはい、俺の声色精査してよ。そうっすね。何でも言います。何でも言います。お、何でも言いますか。はい。じゃあ質問します。はい。ネロちゃんは僕に使用を受けてますか。はい。いえ。あれ？え？あれ？あれ？あれ？あ、番長？僕がシェリフだって言ったの覚えてないですか？番長？いえ。覚えてない。あ、下手だな。全部イエで答えて、全部イエで答えてくれてるんですね。わかりました。ネロちゃんは。いえ。はい。あ、なるほど。ネロちゃんは寝坊しましたか？はい。すみませんでした。素直。素直だな。なるほど。ネロちゃんはインポスターですか？はい。僕がネロちゃんを殺しに行くんでスキップ入れてください。はい。はい。どういう精査これ？怖い色もなんもねえじゃん。何が精査です。怖い色じゃねえじゃん。CEO じゃん、ただの。まあでもなんか。ただの CEO やん。いや、のつさん、聞いて。ただの CEO やん。最初に、誰かいた。したの、大丈夫だ。いや、あれ確定じゃねえかよ。こいつか。来ました。確定じゃねえかよ。マジか。おお、お前ついてくんなよ。とんでもない。ちょっと。なるほど。
おお、何してるの？何してるの？してたから正確な考察聞きたいかな。あれだけ。僕の考察ですか？なんで笑ってる？ですね。めっちゃなんか笑ってる。笑ってる。いいっすか？まあ目の前でのつさんが来てましたね。待て待て待て。なんで急に？あれ？つさん、ハルはあるです。難しいなこれ。おい！なるほどね。そういうパターンもある。なるほどね。いいよいいよ、ポンズいいよ。ポンズまあ悪くないわ、悪くないわ。あとはあとは誰に委ねるかよ、ポンズ。いやまだ溜まってないですか。溜まってない。え、インポスターですか、新さん。え、扉閉める。新さんね、新さんインポスターなんですよ。子孫繁栄してくんだな、子孫繁栄していくよ、これ紡げ紡げ中野の遺伝子紡げ、はい、みんな親を売って生きてくんだな、これ結構きついんですけど、チームはダメだろ。え、なんだ。あれ、あー、しおねちゃん、あらららららら、やがましい、アーカイブ、えぇ、ラスピョンが貨物の真ん中ら辺で死んでました。あ、じゃあ白取れるのがいい、はい、両方白取れるのが、うん、サンジと、詩人さん、この3人は無理です、うん、中野ちゃん、ガテンがいったんや、入ってこねえな、ごめんな番長。ミロちゃん、オッケーオッケー、あいよ、ナイス、ありがとう、ミロちゃん、ナイス、あ、ナイスだ、ナイス。で、どっちが先に死んだんだっけ。え、ナスピョンっすね。で、バイタルで見て、貨物の真ん中に上がっていくぐらいの感じでした。あ、俺分かった、ごめん。ん、え、俺確かね、メインホールあたりで、ナスピョンと一緒にエレクトリカルに降りたんだよな。で、ナスピョンは右に行ったんだよな。で、俺セキュリティキッチンデッキって感じでだったんだけど、うん、多分だからナツピョンはエレクトリカル診察貨物あたりで死んでると思うから、ちょっといや、ナツピョンは貨物で死んでる、貨物で死んでるって言ってるじゃないですか、僕が失礼しました。実際にどうしたらいいんですか。そう、話入っちゃかったですね、まあ、話入っちゃかった、話聞いてください。発見ってアーカイブでしゅうねさんだよね。めちゃくちゃだ。もうできちゃった。ポンズさんが死体発見で、アーカイブさんはミサトラがアーカイブで見てるんでしょ。私がボタンを押した瞬間にポンズさんもちゃんぽんして、ランちゃんはナツピョンさんを見つけたんでしょ。だよ、おい、俺ポンズ野郎が見つけてるから。あ、パンツさんが見つけてんのね。みんな話聞いてね。え、じゃあ番長含めて左にいた3人は誰なの？中野さん、ジン、サンジ。え、おさらいですか、さっきの話し合いの。ちょっと待ってね、もう全然話進まねえで、あの俺ボタン使ったのに。ちょっとしか進まんかった。あんた話すぎて、マジで。UFO だよ、UFO。悪すぎんだろよ。UFO だろ、もうよ。めちゃくちゃすぎる。めちゃくちゃすぎる、これ。あ、すみません、大丈夫、なんかさ、ごめん、一ついい、はい、のっちさんからなんかグフグフ音がするんですけど、グフグフ、スーグッグみたいな、大丈夫、のっちさんじゃなかった、え、俺の声、俺の声が聞こえるってこと、わかんない、あ、別の人だったかも、あ、扇風機の声かな、扇風機の声って何、あ、オッケー、扇風機の声、扇風機の声、扇風機の声、扇風機の音ね。あの、
そう、ごめんなさい、今リアクター直したのネロちゃんさんと詩人なんですよ。そう、ここライン繋がってます。大丈夫、大丈夫、どっち直しました。そうだよ、扇風機聞かしたろか。あ、扇風機の声聞かしたろか。団長聞こえてんだろ、聞かしてやろうか。私をサイドキック採用いかがでしょうか。はい、私を採用、私